女優の綾瀬はるか39が17日都内で行われた映画「ルート29」完成披露試写会舞台挨拶に出席初共演の女優大沢一斉13からサプライズの手紙を受け取り感動する場面があった新しい映画やドラマ撮影に参加しない空白の1年間を経て今作に臨んだ綾瀬 参加の決め手はストーリーに感動したことだという。綾瀬演じる主人公のりこの相棒である春を演じた、13歳の新生、大沢一歳から手紙のサプライズ。マイクの前に立つ大沢と向き合うと、読む前から泣きそうと綾瀬の頬を涙が伝った。まずは、顔が可愛いです、から始まった読み出しに大爆笑。 すごく人が良いです。この前ご飯に行った時も送ってくれて、ママにドッキリ挨拶もしてくれて、ママは死ぬほどびっくりしていた。今度うちにご飯を食べに来てください、というユーモア溢れる大沢の手紙に笑顔を見せるも、アクションができるところもそうですが、ずっと穏やかで綺麗で笑顔でいるところがかっこいいです。かっこよくて、もっと好きになりました。 私もそういう人になりたいと思いました。これから先、またトンボさん、綾瀬と一緒に映画に出たいという目標ができました。そのためにアクション練習とか頑張るので、お互いその時まで元気に、かっこいい姿になって会いましょうという大沢の思いのこもった手紙を受け取り、ありがとう。最高に面白くて愛のある、一生宝物にします。これ刺繍に飾りたいですと感動し、 涙が止まらなかった。詩人、中尾太一の、ルート29解放を参考に制作された本作は、姫路法鳥取を結ぶ一本堂、国道29号線が舞台、他者と交わろうとしない一人ぼっちの主人公のりこ、綾瀬はるかが、風変わりな女の子春、大沢一斉と訪れた旅先での出会いや、 感情の変化を書く労働ムービーだ。森監督が、1ヶ月旅をして独創的なストーリーを完成させた。